ういうところで、勤勉を誇る酒には非正規雇用っていうタイトルにしたんですけど、勤勉さっていうのを売りにしても、あんまりいいことないよねっていう話をしたんですよね。その時は、例えでピザ屋の話をしたんですけど、その30分以内にピザを届けますっていうピザのデリバリーって、時給高くてもせいぜい1300円とか1500円とかだと思うんですよ。で、その美味しいピザを焼けますっていう、高いピザ屋さんに行くと、割と、いい給料がもらえたりするわけですよ。で、その、勤勉さってあった方がいいよねっていうのはわかるんですよ。仕事は締め切りまであげた方がいいよねとか、遅刻しない方がいいよねとか。で、そこら辺の一般論って、まあ学校で教わることだと思うんだけど、それってあった方がいい能力で、なくてもいいというか、必要な能力ではないんだよね。例えば僕その勤勉さとかさ、時間通りに行くとかっていう能力においては割と皆無に近いわけですよ。でもまあ、それなりに幸せに暮らせてるんですけど、その結果ってなぜなのかっていうと、他の人がやらないことをやってるからなんですよ。他の人がやれる仕事って、じゃあ、勤勉な人で、じゃあそのなんか毎日毎日エクセルに数字を入れるのをきちんとこなしますっていう人だったら、毎日エクセルにきちんと入れる人募集ってやると、結構人集まっちゃうんですよ。そうすると、例えばじゃあ僕がその勤勉に毎日エクセルに数字を入れるのをやってるとして、でもなんか、そのもうちょっと若くて可愛い女の子とかで同じことできるって言ったら、もうそっち雇われちゃうわけですよ。で、その会社がじゃあ、ちょっとなんか微妙な状態になったら、じゃあクビにして非正規雇用にしようとかで、誰でもできる仕事っていうのにならざるを得ないんですよね。勤勉を売りにすると。なので、結局その非正規雇用の人に切り替え可能な職業になってしまうので、勤勉さ自体を売りにするっていうのが良くないなと思ってるんですよね。で、堀江門こと堀江貴文さんっていうのが、人ってその面白いことも言うし、突飛なことも言うんですけど、ただそのサブスキルとして勤勉さを実は持ってるんですよ。僕が知る限り、人締め切りぶっちぎったことないんですよ。で、僕締め切りぶっちぎるって結構やってるんですよ。ダメ野郎なので。で、堀江さんってああ見えても、締め切りをちゃんと守るっていう勤勉さを持ってるんですけど、ただそれは、堀江さんが勤勉だからそういう仕事が来るんじゃなくて、面白いことを言うし、書けるっていう能力があって、さらに勤勉だから仕事が来るんですよ。で、その勤勉を誇ると、その面白い能力が必要だよねっていう、本当に必要なところが見えなくなって、勤勉だけをこう、誇りにしちゃうんですよね。で、勤勉が誇りに目になったとしても、まあ、せいぜい非正規雇用で、もらえる給料が上限になってしまうので、あまりこう、おすすめはできないよねって話です。